はい、こんにちは、こんばんは。今回は、こちらの、電撃文庫の、ナンバー39番ですね。はい、こちらを買ってきたので開封していきます。正式な発売日が多分10日か11日ぐらいだったと思うんですけど、買ってきて、ちょっと放置してましたね。ちょっと台風だったので、発売日には買えなかったんですけど、はい、買ってきました。今回こんな感じですね。表紙がキリトと、お兄様ですね。はい、で、裏側が、劣等生の、宣伝の DVD& ブルーレイの宣伝のやつになってます。で、定価694円の消費税750円ですね。で、今回の、付録なんですけど、3つありまして、ソードアートオンラインの、エリュシデータボールペン、なんか言いにくいんですけど、このボールペンと、SAO と魔法カラースペシャルのコラボポスターが1つで、下敷き、ブラックブレッドの下敷きと、コード集ですね。はい、毎回このコード集ついてきてるんですけど、今回ついてきてるのが、こんな感じのコード集になってます。おっさんかな、一番上。ヒースクリフですね。こんな感じだとストライクブラッドは、これがちょっと目引きますね。で、これが1冊と、今回これですね。1つ目のフロック、剣ですね。ちょっと言いにくいんで言わないんですけど、ソダトナイの剣、これが、ボールペンになってます。で、これちょっと今袋に入ってるんですけど、開けちゃって、この箱だけになってますね。で、開けたんで、こんな感じのペンでした。なんかすごいボールペン感がありますよね。この絵を見てちょっと期待したんですけど、あまりいい感じのものとは言えないですよね。普通のこの黒いペンに、このつかの部分だけあるっていう感じです。ノック式なんですけど、この部分が、動く感じですね。この上の部分、握る部分だけじゃなくて、この装飾の部分から動くっていう感じのペンになってます。これが1つ。もっとこの刃の部分を作ってほしかったですよね。で、そしてこのつかの部分が太いっていうね、分かってましたけど、ボールペンなんで、ちょっと残念でしたね。で、これが1つ。で、こっちが、下敷きとポスターになってます。で、ポスターは多分 A1 かな、 B1 ぐらいですかね。いつものあのポスターぐらいの大きさだと思うんですけど、ちょっと反射するかな。これがブラックブレッドのポスターですね。ちょっと紙製じゃなくて、普通の市販されてるような、しっかりした下敷きになってます。こういう雑誌系の下敷きって、ちょっと段ボール感があると思うんですけど、ちゃんとした下敷きですね、今回のが。こんな感じの普通の下敷きになってます。で、こちらが、ポスター。裏側が真っ白で、裏側は何もないですね。前々回ぐらいがこう両面ポスターだったので、気にしてたんですけど、今回は表側にだけになってます。で、ちょっとピントがあったんで、ちょっと見ていくと、開けづらいですね。絵柄はこの本の方に書いてあるんですけど、絵柄見せていきます。4つ折りで、1番目がこれで、真ん中の、2枚目と3枚目で、下ですね。結構大きいよね。いっぱい書かれてるんで、大きなポスターです。多分 B1 ぐらいだと思いますね。いつもの大きさのポスターとなっております。じゃあ今回は、こちらの電撃文庫マガジンの、39の開封動画でした。